やっちゃうよ。んー、ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日これドンと、まあホグインドラみたいな感じのですね。でこのデッキなんですけど、結構前に使ってて、もうなんか光ったな、まあいいか。結構前に使ってて、まあ、みかんさんが多分なんですけど、まあ、ここら辺穴掘りとかで、穴掘りバルーンみたいなね、多分世界大会で使ったやつが、多分だけど、ここが吹き矢で、ここが穴掘りでバルーンみたいな感じかな、のあって、こういう方をね、前みかんさんに教えてもらったんですけど、それのホグバージョンみたいな感じっすね。ってことで、やっていきたいと思います。このホグだったら、俺は、2.6 とか、なんだろう、細かい系の、なんだろう、建物プラスのホグとか、ああいう細かいホグがね、ちょっと苦手なんですよ。苦手なんですけど、このホグだったら結構、枯渇要素ありめに、で、インドラで大型を守れるんで、割と弱点ない感じで、立ち回れるっていう感じで、まあ、純正のホグではないですけど、ちょっと枯渇ホグっぽい感じのホグなんですね。ってことで、いきたいと思います。よいしょ。グラチャレ最後マルチとか行こうかな。ちょっとさっきね、マルチ動画撮ってたんですけど、ボツったんですよね。それが悲しいことにボツってしまったんで、で結構初手で強い動きがアイゴレを切ってからのアウトローセパが結構強い動きなんですよね。やば、そうで、アウトローセパこれでもう相手は両サイド何もできなくなるんですよ。攻める、絶対攻めれない。で後ろからカードを組むしかないんですけど、その逆サイ、俺は逆サイどっちでも攻めれるんで、あれなんですよね。だからちょっと甘えた方に、ユニットを追加していくという感じで、これで、まあ、インドラで、おいしょ。これで、まあ、ホグ3発ぐらいかな。よいしょ、インドラも行く、結構行く、よいしょよいしょ、パフ、オーケー。これは竹取ってからギャングかな。それでオーケーオーケー。うん、どうだろう、これ5当たるなら5でいいかな。正直この、ああなるほど、これ使わないんで、こいつ使っちゃいます。よいしょ、 OK。 結構微妙だな、あの位置だったらどっちに投げてもいっちゃうんで、ちょっと待ちっすね。 OK、 これアウトローで守って、ちょうどインフェルノタワー解けて、相手守れるカードプリンスしかないんで、これケツプリンスかファルチャーなんですよ絶対。なんでプリンスが来たらコウモリも足していいと思ったけど、 OK、 よいしょ、もう一発 OK、 よいしょ、 OK ですね、よいしょ、 OKOKOK、 これはザップで、あ、もう絶対ホグ通らないんで、あれですね、ファイブ削って、あとザップで落とせるよって感じにしといて、あ、一応ギャングも使ったからもうザップ打っちゃっていいかな。 OK、 ギャング使う前だったら一応防衛に温存してからでよかったんですけど、これあと守るだけですね。まあ低めにアウトロー出して、これでいいかな。これ全部溶かせるんで、はい、いい防衛、よいしょー。オッケーオッケーオッケー。よし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 。まあ施設持ち、結構やっぱ今のデッキって、今のデッキっていうか今のもうクラロアが火力高いカードが多いんですよね。だから大体ホグを抑えれるカード1枚のデッキって絶対ないんですよ。まあテンちゃんが使ってるジャイプリとかってちゃんと抑えれるのプリンスしかいないから、ああいうデッキにはね、ちゃんとプリンス切った後にっていうのがあるんですけど、なかなかね、ホグのカード1枚っていうのはもう今の環境めったにないんで、ランバー、もうランバー、ユーノ、サンガゴ、フリーズ、ハンターみたいなね、ラムみたいなね、そういうデッキがね結構あるんで、よろしく。今強いカードが多いんで、やっぱちゃんとそこをね、難しいんですよね。だから余計、なんだろう、プリンス切ったら後取られるけど、えいっつってホグ投げれるんですけど、
なんかなかなかね釣って投げちゃうけど初手に、まあ初手投げちゃうけど、えいっつってアウトロースね。でこの後に、こっちに向かわすと、よいしょ。でこれ切ってザップ OK。 よいしょ、細かいので守っていき、まだエリキがいて、これホグ投げたらズシャーンって全部いかれるんで投げれないですね。これはテンプレならエリキがいるはずなんで、よいしょ、違うな、テンプレじゃないな。あ、じゃああれか、ベビドラ型だから有能以外守れるカードがないはずなんで、よいしょ、これいっちゃっていいかな多分。で溶かしきってて、これ結構ミカンさんに教えてもらったのが、インダラを先行させてからホグを投げてザップでタゲを変えるっていうのが結構いいらしくて、あ、これ無理だな、ファイボでいっか。そうだから、こういうエレキとかギャングとかそういうのがね、サンガオとかね、そういうなんだろう、ちゃんとタゲ取れるカードがないときに、ベビドラとかユーノしか、個体シリーズしかね、いないときに、そうやると結構いいらしいですね。ということで、これ、ペッカがいるんで、ホグギャングいきます。よいしょめっちゃダメージ入れていく。で、これ多分ポイズンないんで、ここに出して、はいはいはい、でファイブで飛ばすと、よいしょ、 OK。 あとは今ちょっとアド取られたんで、攻めにねザップ打っちゃったんでね、結構アド取られてると思うんで、これ多分前に工場来るかな。まあ言うてもアウトローで全部止まるんで、アウトロー硬いんでね、マジで。これザップ打ってパフも入れて、はい、まあこれマジやることないんでね、ちょっとホグいきますよみたいなオーラ出しといて、はい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 、ペッカ引き出す、これでギャングを真ん中に出して、まあこれはよいしょ、爆破してから持ってきいのOK ですね。これで4入りホグで終わりかな。やばい、それは終わんない、惜しかった。多分相手もこれ守れるペッカのエリがあれば出したんですけど、守れるエリがなくて、よし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 、守れるエリがなくて、うわーポイズンっつって、ポイズンっつって多分今 OK ってことで、最後マルチいっちゃおうかな。よし行こう、よいしょ、いやー懐かしいっすね、このデッキも。ただまあ、俺がこういうデッキ使うイメージって結構ないからね、こういうデッキもね、やっぱプロリーグで使うために陰でこそこそ練習したいっすね。よいしょ、また三川さんに教えてもらいつつって感じですけど、バルーンがね、どうも天ちゃんは結構型にはまってて、なんかめっちゃバルーンのデッキがねすごい、昨日グロ4位ぐらいまでしたんですよ、天ちゃんが、三川さんが使ってたバルーンで。なんで、結構ね、それはいい感じっぽいんですけど、俺はね、なかなか、昨日、前の動画でもね、4連敗したんですけど、こうやって、つって、みかんさんに教えてもらいながら4連敗したってことは、まあ、つまりはそういうことなんですよね。なんで、ちょっと苦しいっすね。苦しいっすけど、まあ、こういうデッキもね、俺がフグ使うなんてイメージ1ミリもないんでね、こういうデッキもね、ちょっと練習しつつ、相手が大型来そうだったら、ドンと出してあげたいところでありますね。いやー、来ないな、マッチング、マッチング来ないですね、全然来ない、全然来ないな、まあ今ねこういうデッキを使ってる人がほとんどいないんでね、やっぱりご利用しされるとこういうデッキって施設もないし、ちゃんと施設もないしつってお呼び立てちゃう、施設もないし、はい、メガナイトとかペッカみたいにね、ちゃんとなんだろう、大量のやつを止めれるカードもないんでね。OK。おー、これ。
これこの人はねラババルーンのめっちゃ枯渇だいたい初手ラバしてくるんですよね。来た。で嫌な飴しかないんでホグコウモリが絶対きついからワンチャン捨ててくる。うぅいい、これはホグいっぱいあるぞ。よいしょ。でちゃんとインドラを低めに出してあげるのが大事ですね。低めに出してあげるのが大事。はいはいはい。嫌な飴しかないんで、ふっ、よいしょ。いいね、こう守っちゃうよ。いい守り、最高だね。でこれしかも何かしら出さないといけないですよ、こんくらい残ったインドラには。はいはいはい、これアイゴリホグで。よいしょ、絶妙すぎるザップ。こんなうまいザップ打つやつおる？ OK。 あとあれはあ、ファイボじゃ落ちないな、まあ、適当にギャング投げて守ってこないと思うんで、ガゴムレしかいないんでね多分。ファイボ打って相手はケツラバしかないんで、やることがね。なんで僕出しちゃおう。よいしょ、ワンチャン無視でケツラバ。ふふやばっ、思ってほしかったけど、まあ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 、6ワードぐらいあるけど、正直インドラいれば守れるんで、で、ガゴムレとか来たら、アイゴレザップで飛ばせるんで、ちょうど1分入るんでね。で、多分相手はバルーンもそう、すぐつけてくるんですよね。いや、いい、それはいいバルーン。よし来た、6アドで守った、これでかい。これアイゴレつけて相手がね多分相当うざいと思うんで、 OK。 これで1本折られても、あーんとワンチャン、ワンチャンつけてくる。 OK、 これアウトローで全部守れますね。 OK、 完璧。これ多分このラバ出した意図としては、多分こっちにバルーンをね流してくるんですよね。おや、それじゃ折れないけど、こっちは。ウェイ、インドラに変わる。よいしょ、ノックバックしていく。いいですね、非常に良い。 OK、 まあ流行りのラババルも倒しつつって感じですね。 OK、 よしってことで、まあ、結構ラバにはね強いですね。大型には本当に強い。で、アイゴレザップ、ギャング、コウモリってねめっちゃ高回転なんですよ。ホグ以外の4枚のカードでこの4枚が高回転なんで、ホグ出して守られて、相手がケツラバしてケツからインド出して手札回して、もう一回ホグで攻めれるんですよね、高回転だから。 2.6 ほどじゃないですけど、 2.6 と同じような動きがねできるんですよね。だから2周目ホグとかも当然できるし、2周目インドラとかもできるんですよ。完全にもこのインドラっていうね発音はみかんさんからもう影響されまくったんですけど、みかんさんインドラとか結構ねなまってるんで影響されちゃったんですけど、まあそんな感じのデッキですね。ってことで、まあホグ使いじゃないね、僕でもね使えるってことで、ぜひ、まあ、ホグ苦手だけどホグのレベル上げちゃってちょっとね使いたいんだよなって人とかねやっぱいると思うんですよね。僕のこの動画ね、僕ってめっちゃ言うな、俺の僕の動画の多分見てくれてる人大体が多分なんですけど、5000から3500ぐらいの人が多分多いと思うんですよ、多分ね。でそれより上の人が多分 10% ぐらいだと思うんですよね。なんでね、まあホグのレベル上げちゃったけど難しいって人は、まあ、インドラしかね、レア度高いのいないん で、インドラって別にちょっとレベル低くても出すダメージってあんま変わらないんで、 HP が低いんで、ちゃんとアイゴレとかコウモリでインドラを守ってあげる必要があるんですけど、まあ、それはどのレベルに関しても言えることなんで、言うてもまあ役割は変わんないんでね、インドラは。だからインドラがちょっとレベル低くてもこのデッキはねノーマル染めなんで使える人が多いと思います。ということで、まあ今日このデッキを紹介してたんですけど、ぜひ使ってみてくださいということで、今日は終わります。お疲れ様でした。